こんにちは、神戸から来ました長友です。今日は本当におめでとうございます。信貞と秋田とそれから大橋と、まあ、両エメラルドとダイヤモンドのね、達成ラリーを同時に開くということで、まあ、本当にね、昨日かというか一昨日ぐらいからすっごい楽しみで嬉しいですよね。人のことなんですけど、全然系列も違うんですけれども、それでもなんかね、なんか親戚みたいな感じで、感じております、15年前にね、さっき大橋と喋ってたら15年前に、彼と会ったみたいなんですよね。その岡山に多分彼が当時オフィスを出してたのか、もしくはあれオフィスかな家かな、とにかくなんか泊めてもらったことがあって、でその時にね、その大橋が多分 DD を目指してたのかな、タクの1系列ダブルダイかトリプルダイの1系列を頑張ってたと思うんです。で僕はダイヤモンド DD で、15年前ですから僕は32歳の時ですね。で大橋にちょっとマップ見せてみってことで、マップチェックみたいな大げさなもんでもないですよ。ちょっと見せてみって見せてもらった時にびっくりしたんですよね。これでどうやって150を出すのかというマップで当時は150万点が 21% の時代だったんですけど、ってこれどうやって150出すのって思うぐらいね、その人がいないわけで、お前これ90万点近く、100万点ぐらいはお前と亮が個人で小売レベルで頑張ってるんじゃないのって言うと、そうなんですよっていうふうに言ってた時に、心の深いところでね、頑張れよっていう気持ちが、その雨っていうビジネスはね、その初めての人に言いたいのは、そのすごく面白いのは、そのこんな風になると思って始めてないっていうのがすごく僕はね興味があるところなんですよね。その世の中の成功者の人たちっていうのは、その例えばこれを目指して頑張って成し遂げたんですよっていう、そのなんかそういう、思った通りになりましたっていう人生を送る、なんか成功っていうのがありますけど、でもそれはごくごく一部の人たち、才能のあるごく一部の人たちのストーリーなんですけど、アンウェイのサクセスストーリーっていうのは実はそのある意味ものすごく面白くて、そんなことを思って始めたんじゃないのに、いつの間にかこうなっていったという、形なの。だから何気に今日参加されてる方の人生がもしかしたら今日から動き始めるかもわからないという不思議な可能性をね持ってるんですよね。誰かがそのある時にあるタイミングを捕まえていった、例えば大橋と亮はタクの一系列っていうタイミングだったんだと思うんですよね、僕は僕では何かわからないけど、そのやってみようと思ったタイミングがあって、そこからそのもう一歩踏み込み始めた時に何か変わっていくんですよね。よくアンウェイビジネスやってて、その惜しいっていうふうに思う人がいて、この間も電話で喋ってて、そのあの人はどうっていうふうな話をしてた時に、あの人は今すごいいい感じなんですけれども、でも本業の方が今こういう状態でこうですから、これがこういうふうになると始まるんですよねとか、なんかそういういろんなこうあるよく聞く話ですよね。で僕はその不思議な感じがしたわけ。それってプールに泳ぎに行きませんかっていうふうに言ってる時に、泳げるようになったらねっていうふうに言う会話とよく似てるというか、じゃあいつ泳げるようになるわけっていうのありますよね。要はそのハードルを持ってて、人生の中に僕も持ってるし、多分タクも持ってると、それぞれが何らかのハードルを、何かをしようと思った時にハードルはあるんですよ。そのハードルを持ってて、そのハードルがなくなったらできるっていうことじゃなくて、ハードルを持ちながら何ができるのかなって、これが多分アンウェイっていうビジネスなんですよね。だから惜しいっていうところでその止まってる人たちは多いんですよ。でそれが彼らにとってはピンレベルだったし、多分その大橋グループの6系列の皆さんとか、秋田信貞グループの その3系列4系列5系列の人たちっていうのは、そのタイミングを捕まえてるって思うんですね。でこの仕事をやってみないとやっぱりわからないことが多いです。そのだんだんやっていくうちに、なるほどななるほどなって小さな気づきが自分自身の中にあったりするんですよ。でその時に時間が手に入った、収入と時間というのが手に入った。でもね、実は一番大切なことかもわからないものっていうのは、その考え方が変わっていくっていうかね、そこの部分なんです。アンウェイがもたらすものの最高のものはね、やっぱりね変化だと思うんですよね。収入、時間、そのことも全部ひっくるめた変化を、あなたの望むように人生を変化させてくれるっていうビジネスだと思うの。それはこれはアンウェイビジネスであれ、多分変化するために何が一番必要なのかっていうふうに自分は考えたときに、
自分が持ってる規制概念とかね、自分が持ってる枠を壊さないと変化っていうのは生まれていかないんです、うん、お金が入るから変化していく、時間があるから変化していくんじゃなくて、その過程の中で自分の過去が作った自分という規制概念の枠が壊れていって、また新しい、また新しい、また新しいものができていくの。これはね、何度もの繰り返しなんです。僕はアンウェイというビジネスやってるから、アンウェイビジネスにおいてこの規制概念を叩き壊していくっていうのは大切だと思います。でもアンウェイというのをもし引いたとしても、アンウェイをなくしにして人生っていうテーマで変化っていうことを考えたときに、やっぱり大切なことはそこじゃないかと思う。でこのビジネスが実はもたらしてくれる、そのなんていうのかな、目に見えないものっていうのはね、規制概念が壊れていくことじゃないかと思うんですよね。大橋と亮がやっぱりこの15年間でね、その叩き壊した規制概念がいっぱいあるし、僕もいっぱいあります。アンウェイの人たちの話を聞くたびに、そういうのありなんだっていう、そういうふうに考えてもいいんだなとか、そんなことをどん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 壊れてて、あの人に喋ってもやらないんじゃないかな、喋ってみたらやる、ああいうタイプの人やらないと規制概念持ってたんだなとか、なんかさまざまな規制概念、きっとそうなんですよ。でこれはね、怖いことに、怖いことにっていうか、これが生きてるってことなんですけど、壊したらまたできるんですよ、うん、だから私は規制概念ないんですっていうよりも、何度も何度も何度も叩き壊していくことがいるわけ。本物に触れていくと多分ね、規制概念壊れていくと僕は思うんですよね、うん、偽物というよりも。だから旅をするのも本物を見るのが好き、うん、その子供がいますけど、4歳の子供がいますけど、子供を連れていく旅は本物を見せる旅をしたいというふうに思う。本物を見るとやっぱり自分の中の小さな規制が、ね、壊れていきますよね。本物を見るたびに自分の人生にとって何が大切で何がどうでもいいのかがだん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 クリアになってくる、うん、でそれを今でもそうなんですよね。今僕47で、さっきも言った19年アンウェイやってるけれども、もう知らないうちにまだ規制概念がついてて、でこれを壊していきたいわけ。今日ここにいる人たちにも壊してほしいんですよ。今日このラリーを通してね、彼ら最終的には彼ら の、達成の、瞬間があるわけですけども、それを通してね、あなたの規制概念を壊してほしいなというふうに思います。終わりですね、うん、そういう意味では中島香織さん、あの方がおられたことによって日本アンウェイがこうなったなというふうにやっぱりいつも思う。規制概念をいつも叩き壊してくれますよね。次はね、皆さんの番ですし、僕も本当に頑張りたいと思います。一緒に頑張りましょう。今日はどうもありがとうございました。おめでとうございます。